はい、ということで前回引き続きでショーズさんのこの鉄板やりながらやってるんですけど、まあ、ちょっと船外機のご質問をいただいてます。懸垂口からの水の出がちょろちょろしか出ませんということで、インペラサーモスタット以外の原因は何だと思いますかというところでいただいてるんですけれども、そうですね、インペラも見られてる、でサーモスタットも見られてるということなんだと思いますけれども、まあ、インペラとサーモが正常だったとしたら、そうです、もう水路のウォーターラインの詰まりが有力だと思います。でだとすればどこでっていうふうに書かれてるんですけど、そこから先やっぱり持ちは持ち屋だと思います。行きつけの船屋さん、ボートをご購入されたショップさんだとか、もしくは、まあ、スズキなり日産なりホンダヤマハ東発といったところの取扱店にご相談されるのをおすすめします。やっぱりそこはもうプロの方ですよ。そう、この方キャノピーカバーをちょっとご質問いただいてた方なんですけれども、遅くなって大変申し訳ありません。キャノピーカバーですね、私の購入させていただいたボート店の担当の方にちょっと相談をしてました。購入できますかっていうところと、どういったところに発注されましたかっていうところをいろいろ確認しました。で、確認をした結論で言うと、大変申し訳ないんですけれども、受注を受付はしておりませんという回答をいただいております。なんで NG だったかっていうところをお伝えすると、ちっちゃい商店さんでやられてるところらしいので、まず対応ができませんと、日本全国に発送するっていうところの対応ができませんとおっしゃってたので、お断りされてしまいました。魚炙っても美味しいよね。ちょっとこの動画ね、取りため分が少しだけあるので、どれくらいに公開できるか分かんないんですけど、台風ね、19号ですね、船が心配ですっていう書き込みをされてる方もいらっしゃいました。動画の中で繰り返し繰り返ししつこいぐらい言ってるんですけど、もしその台風がもうすでに来てしまったという場合は、心配という気持ちはすごく痛いほど分かるんですけど、絶対近づかないでください。近づいて、じゃあ船がもうこのザブンザブンとこう波が荒れてる状態で何ができるかっつって、何もできないと思います。で、一生懸命こう下を向いてこのロープをこうやって結んだりとか作業はされるかもしれないんですけど、多分酔うだけです。ろくなことはできないので、絶対に近づかないようにしてください。もし次回以降ですね、20号21号と次回以降のこういったケースが生まれれば、何か起きる前に対策しておいた方がいいと思います。ライフジャケットの話ってすごく反響いただいてまして、ちょっとそのまま原文で読みますね。ライフジャケット着用しないで海に出るんですか？俺の考えでは必要ないって人は沖に出ないでほしい。俺のライフジャケットの考えは、もし海難事故に遭って死んだ場合、せめて残された家族にちゃんと体だけでも残してあげたいから着用しています。今までいくら探しても見つからず、沖に向かって泣き叫ぶ残された家族を何度見たことか。海の怖さを知らない人は海に出る資格はありません。いやー、なかなか重たい状況ですよね。残されて戻ってきてほしいと。本当にね、太平洋、日本海、瀬戸内だってそうですよ。いざ流されて五体満足で帰ってくる確率でいうとすごく低いですからね。いや、例えば海の中で溺れた方で流された方、じゃあもしこれが夜間であってください、昼間でも難しいんですよ、夜間であってください。じゃあつい今までそこに人がいたとしますよね。で、夜間ふと目を離してパッと向き直したらいなくなってる。じゃあそれを見つけてくださいって言ったら多分無理だと思います。浮かぶ方もいらっしゃいますけど、大体は硬直してるんですよ。筋肉が緊張するので、そうなると人間の体って沈むんですよね。沈んで意識がなくなって、もう本当発声もできないくらい意識がなくなって、力がふわっと抜けたら浮かんでくるんですよ。これまたね、因果なことにね、浮かびたい時に浮かべずにこう
ことが起きちゃったら浮かんじゃうっていうね。これは本当に、ね、私もあのダイビングのライセンス取るときにすごくね口を酸っぱくして言われてます。あの自分がなったことは当然ないし目の前で見たこともないんですけれども、まあ、そうだよっていうことをよくよく言われてます。ライフジャケット着ないっていうのは車でシートベルトしないと同じことだと思います。いや本当その通りだと思います。私秀丸さんと同じ考えです。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。いやライフジャケットを必ずつけてほしい方です。私の文才のなさが悪かったのですかね。応援しております。頑張ってください。あーごめんなさい、ちょっとこれは私も勘違いをしてたかもしれないです。はい、あの平和に行きましょう。ちょっとコメント欄についてちょっと一つねお伝えしておきたいんですけど、基本的に私の動画、ひでまるというこのチャンネルのコメント欄としては常に自由にオープンにしてます。狙いは何か、なぜオープンにしているのかというと、ひとえに意見交換というかディスカッションというかそういった場で使っていただければいいなと思ってコメントをずっと公開状態にしてます。なのでこうやってね私が動画としてポンと問題定義させていただいたことに対して、いや僕はこうだと思います、私はこうだと思ってますっていう、そういった議論をしていただく場として使っていただければすごく嬉しいなと思ってコメントをずっとオープンにしてます。でもしくは例えば私の動画自身もなるべくね下調べをして事前準備をいろいろと重ねていってコンテンツ化していってるんですけれども、まあ言っても素人です、お前素人じゃんってあのコメントで書かれる時もあるんですけど、その通りなんです。なので間違えをお伝えしてしまうこともあります。私の動画で喋ってるコメントだけではなくって寄せていただいてるねコメントまで含めてコンテンツが一つ完成すると思っていただきたいんですね。その中でいやいや間違ってますよっていうところもあるし、私がこういう意見を言うとセカンドオピニオン、サードオピニオンっていうのもそのコメント欄には絶対出てくるので、そういった狙いを持ってねコメントオープンにしてます。なのでご自由にお気軽に入れていただければいいなと思ってコメント欄はずっとオープンにしてます。あとね、最近よくいただいてるコメントがね、釣りの動画作らないんですかってよく言われるんですけど、釣りをしないわけではないんですよ。やっぱり当然釣りが好きで船を買ってるのでめちゃくちゃ釣りしてます。なんですけど船をね広島湾に移したばっかりっていうのもあってポイントがまだつかみきれてない、広島湾に対してのポイントがつかみきれてないっていうのが一つと、あとは釣りの動画を撮るその動画に対するテクニックがついてきてない。なので今は撮らないんじゃなくて撮れない。例えばカメラですよね、 iPhone のバッテリーが1時間半くらいかな。であと GoPro の5をね今使ってるんですけど、 GoPro 5も1バッテリーで90分、あとは普通のビデオカメラですね、 4K とかで撮れるビデオカメラも持ち込むんですけど、それも1時間半で、1時間半のうちに必ず魚をかける自信も実は今ない。こちらボートクラブさん2つねお伝えしたいことあるんですよ。ボートクラブさん大体ね冒頭頭のところに4コマ漫画みたいなイラストでちょっと表現されてるページがあるんですね。で今回のこれがね進路保持線、保持線と対比線っていうところを書かれてて、この間ねあったんですよ、早く帰りたかったんでしょうね。あの対比線である方が一切速度を緩めることもされず進路を譲られることもなくまっすぐ突きってこられまして、で我々としてもどうすればいいのか、そのこちらが進路を変えればいいのか、でもこっちがあんまりうろうろ変えててもなっていうところにもなるので、まあ、ちょっと怖い思いをしたことがあります。どちらが避けるべきか、どちらが進路を保持すべきかっていうのは一応航海法ですね、法律の上で決まってます。あれは国際ルールなんですよ。なのでまあそういったところをね、まあ、ちょっと改めて皆様ご認識いただければいいなと思う次第でございます。ボートクラブさんの中盤ぐらいですね、中盤から少し後ろの方、海のね安全心得っていうこのページがあるんですよ。この海の安全心得っていうところで今回がね広島県の広島湾の事例を取り上げていらっしゃるんですね。本当にこれ自分のホームポートの記事なので、まあ、他人事ではないなと思ってついつい目に留まってしまったんですけれども、まあ、事例を簡単にだけ言うと漁業網ですね、網をスクリューで巻いちゃった、エンジン止まりましたと、で航行不能になりましたっていう状態で止まってましたということなんですよ。でこの方は BAN に救助要請して帰って
ていかれましたというところなんですけれども、この本にも書かれている通り、ドライブですね、ペラとかスクリュー、そういったものに浮遊物を絡めてしまうっていう事例は非常に多いです。BGM 動画って私がね流してたと思うんですけど、多分ちょっとこの辺に愛というか関連動画として貼っときますけど、私もヒヤリハットで絡めたことがあります。ペラを飛ばしたことはないんですけど、ヒヤッとしたことはあります。やっぱ海に出る以上そういったことはあり得るんですよ。何か浮遊物を撒いちゃってドライブ飛ばしちゃったとか、ペラが止まっちゃったっていうことあり得るので、私の場合はロープナイフですね、ロープを切る専用ナイフを船に積むようにしてます。ロープナイフ一回やりましたよね、まだここに関連動画出しておくんですけど、ロープを切る専用のナイフですよ。まあ見た目で言うとパン切りナイフみたいな、こうギザギザした刃先のやつなんですけど、あれを船に1本必ず積むようにしてます。なぜそれを積むのかというと、ドライブに噛み込むことってあるので、そういったものを普通のナイフですね、フィッシングナイフだとか切るってなかなか難しいんですよ。実験動画見ていただくとね分かると思うんですけれども、切れますよ普通のナイフでも。ただあれは私も前日に綺麗に研いでるんですよ。研ぎたてのナイフだったら何でも切れます。なんですけど、フィッシングナイフって、まあ人によりけりなんですけど、私の場合は毎回釣りに行くときに研いでるかというと、あんまり研いでないんです。フィッシングナイフって気がつけば研ぎますけどね。ロープナイフ自体はホームセンターに行けば必ず1000円くらいかな売ってると思うんですけど、まあ、もしそのホームセンター行くのもめんどくさいよっていう方は、概要欄の方にいつも通り Amazon リンク貼ってますので、まあ、そちらからご購入いただいてもいいんじゃないかなと思います。ボートクラブさん、よければね案件お待ちしてます。まあ、そういった冗談を言うからバット評価が増えるんですけど、はい。